今回はローマのブリタニア征服を解説しますね。ローマの将軍ユリウス・カエサルがガリア戦争においてブリタニア侵略に成功したにもかかわらず、この島を征服する動きが始まったのはローマ皇帝クラウディウス1世がアウルス・プラウティウスに4つの軍団を指揮させ、強硬な部族民の王国を討伐すべく派遣した時からでした。43年ルトゥピアへ県都州リッチボローに上陸した後、ローマ軍は好戦的なカトゥエラウニ族とトゥリノウアンテス族を奇襲して破ります。彼らはロンディニウム、ロンドンに退却しますが、グロブライウィ、ロチェスターの近くで再度敗北させられます。間もなくクラウディウスが直接指揮を取るために到着します。カトゥエラウニ族の指導者カラタクスは兄弟のトゴドゥムヌスをローマとの戦いで失い、西に逃げて様々な部族民、シルレやウェールズのオルドウィスを結集します。ローマ軍は別動隊を派遣し、反抗する者を粉砕しました。進んでローマの支配に服する部族もありました。47年までにブリテン島南東部の3つの都市、ロンディニウム、カムロドゥヌム、コルチェスター、ベルラミウム、セントウォールバンズを含む地域はローマの手に確保されます。西部にはホス街道として知られる道路に沿って境界が設定されていましたが、ローマ軍団は街道を越えブリガンテス族の領土に侵入します。ガラタクスはウェールズ北部で敗北してブリガンテス族の女王カルティマンデワに助けを求めます。しかし51年に女王はガラタクスをローマに引き渡します。彼女は臣民の間でローマに対する反乱が多発する中でローマの後援を受けて権力を維持していたのです。後の57年、ローマは彼女の夫で共同統治者が起こした反乱の鎮圧を助けます。ローマに対する大きな抵抗運動が起こりますが、失敗に終わり、ブリタニアの辺境はネロ帝の治世の61年にローマ帝国に編入されました。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。